トマーシュ・スクラビーはチェコの元サッカー選手。ポジションは FW。スクラビーは1982年にスパルタ・プラハで選手キャリアをスタートすると、1990年にイタリアセリエへの古豪ジェノアへ移籍。1年目からウルグアイ出身のカルロス・アギレラと相性の良さを見せ、1990から91シーズンには2人が、 それぞれ15得点を挙げる活躍でクラブをリーグ4位へ導いた。1991から92シーズンの UEFA カップでは、レアルオビエド、ディナモブカレスと、ステアウアブカレスと、リバプールを下し、準決勝を進出に貢献した。これらの記録は、クラブの近年の歴史において、最良の成績となっている。となったからシーズンも、 通算12ゴールを決める活躍を見、最終節のトリノ戦でゴールを決め、勝利をもたらし、セリエ A 残留をかけた、プレーオフに持ち込むが、プレーオフの末チームは、セリエ B に降格した。スクラビーは、ジェノアで5シーズン半を過ごし、セリエ A では9ゴールとなった1993から94シーズンを除き毎年2桁ゴールを記録。 リーグ通算164試合に出場し59得点を記録した。1995年のセレビー広格後もチームに残留したがシーズン途中にポルトガルのスポルティング CP などを渡り歩き1997年に現役を引退した。チェコスロバキア代表としては1985年に代表デビューを飾った。 1990年の FIFA フフワールドカップイタリア大会では決勝トーナメント1回戦のコスタリカのハットトリックを含む5得点を挙げる活躍を見せベスト8進出に貢献。1993年までに国際 A マッチ43試合に出場し14得点を記録した。その後チェコ代表としてもプレーをし6試合に 出場3得点を記録した。現役引退後はイタリアのジェノバに在住し、地元テレビ局のサッカー解説者として活躍をしている。ありがとうございます。